はい、こんにちは。りょうです。本日はね、ブライトバーン、恐怖の拡散者を見た、感想を言いたいと思います。あらすじは、子供をね、待ち望んでいたトリとね、夫カイル、ある赤ちゃんをね、自分たちの子供として育てることになるが、ブランドンという、名付けられたね、男の子は、12歳になると、まあ、ね、すごい超能力を見せるということで、これはね、出演はエリザベス・バンクス、デビッド・デイマン、ジャクソン・エ・ダーンです。これを見た感想はね、なんて言うんだろうね、もう本当に、例えるなら、悪役のスーパーマンだと思いました。能力もね、空を飛べたり、まあ、目からビーム出したり、まあ、銃で撃たれても、死なないってことでね、本当になんか悪役のスーパーマンみたいな感じがしました。まあ、この少年はね、なんか宇宙から、ちょっと小さい宇宙船に乗ってなんか来たっていう設定なんですけれども、なんかね、内容的にも、ちょっと薄いかなっていう感じがしましたね。まあ、ホラーはホラーだけど、そこまでホラーでもないし、サスペンスでも、まあ、サスペンスではないです、もちろん。なんでね、ちょっとね、薄かったなっていう印象は受けます。まあ、少年がね、淡々と、殺人繰り返していくだけで。で、まあ、これは多分ね、向こうではどうかわからないですけどね、ちょっと不評っぽい感じがしますね。なんかね、続編もありそうな終わり方をしてみて、それで調べたらね、まあ、興行収入次第な、そうですね、続編は。まあ、それでも、どうなんですかね。まあ、続編で、この少年がどうなるかっていうところですよね。まあ、続編も、まあ、ジェームズ・ガンが、なんだっけな、ガーディアン・オブ・ギャラクシーとかやっているので、まあ、もしもやるなら、その後みたいな感じになる、そうです。でも、この少年ね、どうなんだね。殺せないからね。普通の人じゃ。だから本当にね、もう、殺せるならもう本当にスーパーマン呼ぶしかないぐらい本当に、立ち向かうことできないんじゃないでしょうか。どうなんだね。これを人におすすめするかって言われたら、まあ見たい人は見てくださいっていう感じですかね。まあだから、もっと詳しくネタバレしてる人がいるので、まあそっちを見ていただければ別に見に行く必要はないかなっていう感じの映画でした。まあそうですね。そんな感じですかね。まあでも、そのね、悪のスーパーマンなんですけども、まあそんな感じがして、あとは、オーメンをね、見たことがある人ならわかると思いますが、オーメンのね、ダミアンをこう、に感じるよ、似たようなね、不気味さというのが少年にありました。まあそんな感じでしょうかね。見た感想は。それじゃあね、ここら辺で終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。